こんにちは、フェルネスキッチンの関口彩子です。今回は大人のダイエットをテーマに、痩せ菌を増やしてお腹すっきり、食物繊維がたっぷり取れる作り置きレシピをご紹介します。痩せ菌やデブ菌について、食物繊維の種類や重要性についてもしっかり解説します。手軽に痩せ菌を増やすヘルシーおやつもご紹介します。ぜひ最後までご覧になってください。では、痩せ菌とデブ菌とはについてお話しします。痩せ菌とデブ菌は善玉菌でも悪玉菌でもない腸内細菌の7割をも占める日和見菌にあたります。デブ菌は食べ物から必要以上にエネルギーを取り込む性質があります。これは人類が飢餓と戦ってきた歴史と関係しています。一方、痩せ菌は水溶性食物繊維を餌に短鎖脂肪酸を作り出す腸内細菌で、エネルギーを消費しやすくしたり、余分な脂肪の吸収を抑える働きがあります。痩せ菌が好む食物繊維、低糖質低脂質な食べ物を積極的に取り入れて、腸内細菌のバランスを良くしながら健康的で免疫力アップに役立つようなダイエットに取り組みましょう。痩せ菌を元気に働かせるために意識したい食品をご紹介します。まず、食物繊維が多い食品です。野菜、果物全般ですが、特にごぼう、りんご、アボカド、さつまいも、おから、もち麦やオートミール、きのこ類、海藻類、豆類などです。続いて、発酵食品です。ヨーグルト、酒粕、味噌、納豆、お酢などです。食物繊維の種類は水溶性と不溶性がありますが、痩せ菌は水溶性食物繊維を餌に短鎖脂肪酸を作り出します。善玉菌と相互作用によって働きますので、発酵食品や腸のお掃除をする不溶性食物繊維もしっかり摂りながら腸内環境を整えていくことが肝心です。善玉菌と痩せ菌が元気になる作り置きレシピをご紹介します。2種類の食物繊維がバランスよく摂れるレシピです。まず、おからのサラダをご紹介します。材料はこちらです。おから、きゅうり、すりごま、オリーブ油、お酢、お塩になります。今回、おからは生おからではなく乾燥おからをね、使ってみたいと思います。生おからであればもう何にもすることがないので、とっても簡単です。おからパウダーって2種類ぐらいありまして、普通のおからをただ乾燥させたようなお料理にね、使うようなタイプのものと、お菓子とかそのまんまドリンクなんかに溶かして使うような微粉末のおからパウダーあるんですよ。で、こういう微粉末のものだと今回のようなサラダにはちょっと不向きなので、もしパウダーを使うんであれば、ただ乾燥させただけのおからパウダーをご用意ください。生おからだとちょっと使い切れなくて傷ませてしまうなんていう時に、乾燥のものだといつも常備できるので便利だと思います。まず、おからを戻します。おから1に対してお水が4倍の重量になります。今回はおから 30g なので、お水が 3×4×12 ということでね、 120g、まあ、cc ですね、用意します。おからにお水を入れてね、戻していきます。これでもうお水を入れるだけでおからがしっかり膨らんできます。本当にね、お水を抱え込む食材ですよね。お腹の中でも水分をさらに吸い込むので、非常にね、食べ応えもあって、便のかさをね、増やす役割もありますのでね、お腹のお掃除を助ける不溶性食物繊維が特に多い食品です。おから戻した状態でね、しばらく放置しておきます。その間にきゅうりを薄切りしていきます。はい、ちょっと端っこの部分取り除いて、あとはね、薄切りです。スライサーを使っていただいても結構です。はい、きゅうりをね、カットしました。で、そこにお塩ですね、小さじ3分の1程度加えます。はい、そしてしっかりと塩もみします。きゅうりからね、水分が出ますが、その水分は使いますのでね、ここではきゅうりをしんなりさせるような感じです。今回、きゅうりはやはり食感をね、良くするという効果が一番あるんですけれども、もちろんきゅうりにもね、食物繊維含まれていますよね。はい、もうぎゅーっとね、きゅうりを掴んでもパキッと割れないぐらいのしんなり加減になりました。はい、そしたらね、お
からの中にこのきゅうりを加えます。きゅうりの中におからを入れてもどっちでもいいです。ちょっとボールが大きいのでこっちにしましょうかね。はい、今回ねおからはお水で戻してますけれども、豆乳などで戻していただいても結構です。はい、でこんな感じであとは混ぜるだけなんですね。で調味料加えていきます。はい、オリーブオイル大さじ1です。お酢も大さじ1です。すりごまです。このすりごまがね入ることがまたポイントなんですよね。結構多めです。このごまにもね実は食物繊維って豊富に含まれてるんですよ。本当にこのサラダは食物繊維がしっかり取れる材料でね作ってますので、お通じがね気になるなぁなんていう方にもおすすめです。お塩はこのきゅうりを塩もみした時の分だけなので、味見をして足りなかったらプラスしてください。もうきゅうりも食べ応えがあってたっぷりですね。これで完成です。おからのサラダ、ちょっとお味をお伝えしたいと思います。おからってねちょっとボソボソ感が苦手っていう方多いと思うんですけれども、このきゅうりのシャキシャキ感やごまのコクがあってすごく食べやすいです。保存は冷蔵庫で3日を目安にお召し上がりください。続いて基本のオーバーナイトオーツを作ります。オーバーナイトオーツというのはオートミールを原料にヨーグルトとか牛乳とか豆乳とか、まあ、そういったもので漬け込んだものなんですよ。でオートミールというのは水溶性の食物繊維が非常に豊富に含んでいます。もちろんね不溶性の食物繊維もたっぷりなので腸内環境には非常におすすめの食材なんですけれども、まあ、普段ねこれを何か調理して食べるっていうとちょっとハードルが高いなという方に特におすすめです。はい、でこちらねまず多めに作りますね。1パック分になりますね。ヨーグルトとただこのオートミールを合わせてで寝かすだけというね、ほんと手間なしです。このヨーグルトのパックの中にオートミールを入れて混ぜて寝かせてもいいぐらいです。今回はねちゃんと器に入れて作ってみたいと思います。このヨーグルトのね水分を吸わせてふやかすというような感じなんですね。はい、全体が混ざりました。で蓋を閉めて冷蔵庫に入れるっていうんでもいいんですけれども、このね乳酸菌というのは通性嫌気性菌といって空気にね触れるとちょっとね元気が弱まっちゃうんですよね。なのでねこうしっかりとね密閉させておいた方が働きがねいいので、こうラップをね覆って空気を遮断します。この方が乳酸菌にとってはいい環境になりますのでね。はい、これで冷蔵庫に入れて一晩寝かせていきます。はい、一晩寝かせたオーバーナイトオーツです。ちょっと盛り付けてみますね。もうこれはねまさに朝に召し上がっていただくのがおすすめです。オートミールは水溶性と不溶性の食物繊維のバランスが非常に良く、発酵食品との組み合わせは腸活にパーフェクトです。そしてここにねもうこのまま蜂蜜とかで召し上がっていただいてもいいんですけれども、さらにタンパク質や食物繊維の多いきな粉をねこうトッピングしてみたり、また同じくココアですね。食物繊維が非常に豊富な食品なんですよ。またねポリフェノールもたっぷりなので心と体のバランスにはベストマッチです。あとお好みでナッツを散らしたり、バナナやリンゴなどをトッピングしていただいてもいいと思います。オーバーナイトオーツ、お味をお伝えいたします。今回はねちょっときな粉とココアをトッピングしてみました。まあ、これもお好みでねいろいろ季節の果物などで楽しんでみてください。濃厚なヨーグルトとオートミールのプチプチ感が最高です。こんな朝食本当にお腹にはいいと思います。どちらのレシピも痩せ菌を活性化させるのに役立つのでぜひお試しください。ダイエットや腸活に最適なおやつをご紹介します。食物繊維がたっぷり取れる健やか商店のおから 100% クッキー缶です。
名前の通り生地のベースは 100% おからで作られていて、小麦粉はもちろん、つなぎの粉類は一切不使用です。ダイエット中や腸活を意識するなら、できるだけ小麦は控えた方がいい食品なので、このおから 100% クッキー缶はグルテンフリーなのもおすすめポイントです。主な原料はおからとアーモンドパウダー、てんさい糖、豆乳なので優しい味わいなんです。4種類の味をお伝えしますね。プレーン、黒糖、オレンジ、アーモンドダイスです。飲み物と一緒にいただいてみます。はい、ではまずプレーンですね。とっても素朴な味わいで、おから 100% なのですごく軽いんですけれども、飲み物と一緒に摂ってるとお腹の中ですごく膨らむ感じがします。うん、でも優しい味わいですごく美味しいです。じゃあちょっと黒糖もね、いただいてみようかな。すごくコクがあって本当に甘みもそれなりにあるので、罪悪感がないのにこんなおやつを食べていいんだという、ね、喜びがあります。オレンジのね、香りがふわっと立ってね、うん、私オレンジ好きですね。4枚いただいて飲み物と一緒に摂ってたら本当にね、もう結構お腹いっぱいです。満腹感とお腹すっきり効果絶大だと思います。3時のティータイムや小腹が空いた時、夜どうしてもお腹が空いてしまった時なんかにおからが膨らんで落ち着きますからね。健やか商店のおから 100% クッキー缶は概要欄とコメント欄にリンクを記載しますので、ぜひご覧になってください。今回は痩せ菌を増やす、食物繊維たっぷり取れる作り置きレシピをご紹介しました。大人のダイエットはコンディションをより高めるために行うのがゴールですので、腸内環境を整えて痩せ菌を活性化させる食品を意識して取りましょう。健やか商店おから 100% クッキー缶もぜひチェックしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。